とことんやりこむ、どうも、なおちんです。さあ今日もマイクラダンジョンズをやっていきます。チャンネル登録、高評価をよろしくお願いします。それでは行きましょう。さあ今日は釣り竿で攻略していきたいと思います。今シーズンボスラッシュでテンペストゴーレムがなぜかやたら強いのよね。あいつなかなか強くってちょっと苦戦するときあるんだけども、釣り竿だったら余裕じゃないの。では行ってみましょう。まずはこいつからか。なるほどね。大丈夫か。結構トゲがついてるやつに相性はそんなに良くないんだけども、まあ問題ないでしょう。いきます、いくぞ。いやー良くない。いや全然良くなかった。それはそうかそうかそうか、ここは使わずに行こう。もういつも通り行ったがいいわ。びっくりした。待って いやびっくりしたわ。普通に行きましょう。はい、おいで。いやちょっと待って、こんな強いっけ。普段よりもなんか3割増しぐらいに強い気がするんだけど、あれ HP こんな高かった。ちょっと待って、虚無入れて、いや虚無入れてないからってそんなに変わりはしないと思うんだけどな。こんなにちょっと待って、いや高い。確実に HP がいつもより高い。なんだろうね、この現象が。テンペストゴーレムとかでも起きるのよね。なんかいつもより強くないっていうことが、まあなんかあるんでしょうね。はい、まあ次倒します。いくぞ。はい、まあ気のせいじゃないと思うんだけどね。いきましょう。でここでカトラスを取っていきましょう。釣り竿とカトラスはもうベストマッチです。でもなんかねエンチャントよろしくないのよ。エンチャントよろしくないな。まあこんな感じでいこうか。あ、ちょっと待って、一応こいつだから、これを2まで入れてた方が良さそう。いくぞ。一瞬で終わるでしょ。だよね、ここは楽勝。でもなぜかガーディアン強かったな。これテンペストゴーレムはおそらく強い気がする。バトルスタッフじゃないな、こっちの方が強い。でこいつもまあ大したことはないでしょう。いけるやろ。とりあえずある程度出しておきましょうね。 OK。 あぶねえ、絶対食らっちゃダメだからね。やっぱ攻撃力が若干高い気がするな。 OK、 いくぞ。あ、いいね。いや問題ない。しゃ、いや無理か。あっね、ちょっと怖かった。よし、オッケー。まあそれなりの耐久力ではあるよね。でも釣り竿さすがだ。全然余裕で勝てますね。まあ、問題はテンペストゴーレムと思うのよ。でも釣り竿だったら多分相当早く倒せるとは思います。ちょっと待って、エンチャントあんまり、いやーやべえな。大丈夫か。テンペストゴーレムでできれば防護3入れときたいのよ。防護3じゃないと結構ねきついよね。いきます。
551入れとけ。もう最悪ポーションバリアは、いやー、できればもうちょっと欲しいな。1じゃなくてせめて22は欲しい。7秒はちょっと無敵時間欲しいでしょう。よし、まあ、とりあえずここはいらね。はい、16回で17回もまあ余裕ですね。で18回がテンペストゴーレムと、はいはい、あいつも欲しいのよね。待ってよ、これ装備が、よし、 OK、 めちゃめちゃ減らん。ちょっと待って、やっぱなんかね、難易度が爆上がりする時があるのよね。なんだろうな。 OK、 終わり。いや、まだいるな。あ、こっちか。終わりだ。はい、ではテンペストゴーレムに行っちゃいましょう。うん、あー、まあまあまあ22で行こう。うん、これがあればいけるわ。よっしゃーねー。このね、ミニゴーレムの攻撃力がエグいし、もうね、下手にダメージ受けると2発でやられることって結構あるのよね。おいおい、敵の攻撃力やっぱ高え。非常に高い。よし、 OK。 次どれぐらいまで減らせるかね、1回で。ある程度はね、ブロックが使って仕方なく終わるんだけども、ね、おーい、むちゃくちゃ減る。やっぱりいいぞ。あー、いやー、これ終わんないわ。あー、これは終わりませんわ。もうボタンかかる、間違いなく。まあ、今日はカットせずに、動画を作っていきますね。結構時間かかるんで、ボス戦途中でカットすること多いんだけども、ちょっとカットせずに見せてくれっていう人もいるので、カットせずにいきます。よっしゃー、ダメだな、やっぱりブレーキ使って、あまりずっと変わんないや。おーい、2発食らっても瀕死よ。ひどくないか。うん、やっぱ敵の攻撃力が異常だもん。どうしたこれ。これはね、確実にね、ちょっと調整ミスなところがあると思う、今回のポイントは。あー、危ないね。まあね、まあね、あ、まあ、あと2ターンかかるよ、こりゃかかる、仕方ないか。よっしゃ、いい、で、こいつもよっしゃ、やばい、あ、おいって、もう固まった、もう最悪だけどさ、これにはいけるけど、トラップのダメージもすごいね。半分持ってかれるもん。よっしゃよっしゃ、危ねえ。よし、オッケーオッケー。はい、ここで終わらないんだよな。だよね、分かってた、
なってました。じゃあ最後頑張りましょう。ロイヤルガードがたまに湧くのだね。あれが鬱陶しいよね。ラバ、はい、続け。うん、あと一発くらえば終わった。よし、で今回はバグは出てないですね。テンペストゴーレムがちょっとピヨピヨ状態のまんま止まるっていうのが今回多発してるのに。はい、おしまい。こいつは時間かかる、うん、やっぱり怒りで倒した方がこいつばかりは良さそうだね。はい、じゃあ行きましょう。魔術師のローブに変えてもいいと思うんですけど、あれは防護がついてないので HP としてはこっちの方が、上かなと思います。おい、いやー勝てえ、むちゃくちゃ硬えな。ちょっと待って、あっ、うまっ。よし、 OKOKOK、 硬かったー。ちょっと待って、これカトラ、あー、そっか、商人であげればいいか。でも何もあげてんだ。カトラスより強いのはないよね。ないわな。できれば違う強力なやつでもいいんだけど、エンチャントが良くないもん、このカトラス。エンチャントが今回のこれよろしくないな。せめて衝撃波だけでもね、ついててくれればだいぶいいんですけど。うっそ、ちょっと待って、ポーションが最小時間だったって。なるほど。なんかあいつワンパンで倒せるっていう話も聞いたな。それもちょっと試してみたいんだけども、それはまた別の機会でやりましょう。今回はこいつ倒す。よし、 OK。 いやー、あの振り下ろしが来る前に倒せないかと思ったけど倒せないんだね。 OK、 終わり。いやいやいや、なかなかだわ、やっぱり今回は。今回なかなかです。んで、まあ、いつも通りでいいか。でここはさすがに早いよ。うん、ここはさすがに、ああなるほど、弓の虚無入ってなかったのね。うん、弓の虚無を入れてなかったんだ。まあまあいいけど。はい、では終わらせましょう。こいつはね、まあさすがにそう時間もかかるね。こんな硬か、硬かったか。まあそうね、硬かった硬かった。だから硬いなって思うボスが今回多いのよ。勝ってくれって思う。うん、こいつも釣り竿のね、消火力でこれだよ。顔でこれだから行った。でももう終わらせる。いやー、なかなか効く、なかなか長い。はい、まあまあ釣り竿だとまあそれなりに楽なんだけど、テンペストゴーレムはそうでもなかったな。はい、では報酬見て終わります。どうだ、まあよろしくないね。輝きさん、重力で、続々はよろしくないね。はい、まあこれにしておきましょう。ということでまたやっていきます。チェックをよろしくお願いします。そしてチャンネル登録と高評価もよろしくお願いします。それではご視聴ありがとうございました。